ヤナとの魂好みに刻み、マナとの共演、夜明けの光、浮き沈みこの世は乗車必須、されど花となり咲き乱る王家 B-Free。 文化系トーク YouTube グランパンパースです。今日ね、新潟での BE:FIRST 公演がありまして、ですごくね楽しみですね。まあ直接は関係ないんですけど、新潟はですね、私がもともとその AKB48 関連を追っていた時に、新潟のね、AKB グループがいるんですけども、そこに関する話とかをしてて、まあそこのですね、厳密にはそこのメンバーというか、そこに所属していたメンバーを応援をしていた時期があって、今もその子らのグッズなんか家にあったりして、実は今でもたまにね、その服をね中に仕込んで着たりなんかしてるんですけど、まあ、新潟はねすごくいいなと思いました。お酒も美味しいしね。はい。で、まあ、いわゆるそのサプライズっていうものをやろうっていう話が昨日の段階であったみたいで、でも中止にしたっていうことです。それを拡散お願いしますっていう風にその方が書いているようなんですが、ただなんかその方がアカウントを消してしまったらしいので、拡散っていうのができないので、あのサプライズは中止になりました。 BE:FIRST に関する話ね。で、まあこの話もね、その中止にした理由っていうのが、まあ私も朝起きてから知ったもんですから、 Twitter とかの情報を元にして話します。で、これに関しては結果今回は中止なのですごく良いですけど、で今後も多分今回のことが教訓になって、ベスティンの間でそういうのは起こんないと思いますから、まあ、まずは安心していきたいなっていうところはあります。で、安心っていう言葉を使ってますが、どういう感じだったのかっていうと、どうやら Twitter の情報ですよ、どうやらシャイニングワンの時に最後の振りのところをみんなでやろうっていう話があったみたいな、そういうところで、なんかそれでまあチラシとかも配って、これもツイッターの情報です。それでみんなに協力を願おうみたいな感じだったみたいな、それを聞いた時に大丈夫かなって思ったというか、いや大丈夫じゃないなって思ったんですよ。なんですけども、なんでかっていうと、おそらくね、その方も愛情ゆえにやったことだと思います。ただ愛情ゆえにやったからいいのかっていうと、そんなことはないっていうのは当然わかるわけですよ。愛情があるから、ちょっと愛情センシティブな言葉かもしれませんが、愛情があるから、じゃあ例えば家に監禁してもいいのかとか、傷つけてもいいのかとか、そんなことになるじゃないですか。まあそんなはずないですから、まあ言ってみれば、そうですね、そういう感じのことも OK っていう考え方が、それも OK になっちゃうかもしれないじゃないですか。愛情ゆえにやっていいって話じゃないんですよね。で、おそらくはタイのね、トゥクトゥクにリオくんの画像とか BE:FIRST 画像が載ったりとか、それから浅草のね、人力車マナト君推しの方がBE:FIRST人力車をね、まあ企画でやったりとか、そういったものとか、あとユニカビジョンなんかの広告とかのやつ、あれに関しても BMSG に許可を得てやっているっていうことなんですよね。はい、っていうことなんですよ。で、今回の話はサプライズ、驚かせるっていうの書いてあるが、サプライズっていうことは当然事務所に伝えてるはずがないですよね。だから無許可でやろうとしていたっていうことだと思います。で、このサプライズに関しては、それをやったことによって出禁になった人とかもいるし、他のジャニーズさん含めて他のとこでは禁止になってますね。はい。で、それでしかもチラシを配るみたいな話があったっていうことは、現場でチラシを配るっていうことだったかもしれないですけど、その現場のところが、じゃあ運営の方でそこに列を並ばせてとか、そういうところがあった時に、そこに人たくさん出入りしますよ。そこでスペースを使うっていうのも許可が本当はいるんですよね。でもそのチラシを配るっていうこと自体も絶対に許可なんか得てないはずですよ。で、それで、まあ、今回だから何回も言っておきますが、中止になりました。はい、中止になったので良かったですけれども、はい、ちょっと一回冷静になります。昔のことを思い出しちゃってね、昔ちょっとねあったんですよ。いわゆるBE:FIRST とか、まあ、ジャニーズさんとかみたいな大きい界隈じゃないんですけど、
あったんですよ、本当に。だから、まあ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 。それによって、BE:FIRST も BMSG も全然問題なくね、むしろ、音楽を真剣にやって、エンターテインメントを真剣にやって、その結果、レコ大とか紅白とかもね、出れる感じですよ。でも、ファンの方で仮に変なことをやって問題を起こしてしまって、で、週刊誌とかネットニュースサイトとかに、何々がどうって書かれるですよ。で、やったのは本人たちじゃなくて、一部のファンの暴走だったとしても、そのこと面白おかしく書かれる可能性ありますよ。むしろそういうの探してますからね、ああいう連中はね。それを、やってしまうというか、その危険を出してしまう可能性があったっすね。とりあえずね、ちょっとそのいわゆる元対の方が中止っていう風に書いているけど、まあ要するにアカウントを消してしまったということなのでっていう話で、それをスクショしてくださってる方いるので、ちょっとまた聞きと言いますが、また聞きとは言わないかな、ちょっとまあ概要を読ませてもらいますね。本日の新潟公演でのサプライズですが、事務所さんや BE:FIRST 本人たちを巻き込んでしまいそうなのでやめたいと思います。騒がせてしまい本当に申し訳ないです。この拡散をお願いします。軽い気持ちではなかったのですが、ごめんなさいという形でっていうことですね。まあやめるっていう形で、まあ判断してくれてよかったなって思いますよ。まあ、工業側、事務所側に迷惑がかかるっていう可能性を、まあ、考えていただければっていうのはありましたね。あと、その、いわゆる、ツイッターでこれ、情報が拡散されているんですよ。ってことは、サプライズっていうこと自体も破綻しているっていうことなんですけど、ね、そのこともまずは、最初に考えるべきだったかなって気がします。BMSG スタッフが、ツイッターとかインスタグラムとかを全くチェックしていないはずがない。チェックしているんですよね。だから、当然 BE:FIRST 新潟とかそういう形でもスタッフの人とかがチェックしているはずですよね。だから、そもそもネットでそれが拡散してある時点でサプライズにはならないし、そもそもサプライズっていうもの自体が、やっぱ迷惑になる可能性が高いっていうことと、あと普通に考えて許可を得ないっていうことが、やはりそれがそもそも違ったっていうところですね。まあでもとにかく防げたので、で今後のこともありますし、今後やはりね、例えばレコ大とか紅白の効果もありますから、おそらくね、おそらくっていうか、まあ 9.9 割あるでしょう。来年以降また新しくベスティの方も増えてくると思います。そうなってきた時に、まあ、今回のこととかも私たちベスティとしてね、知ることができて、でそれをまあ最終的にはその方の判断で中止っていう形にはなりましたので、結果すごく良かったですよ。そこはだからベスティがまあちゃんとね、物事考えられるファンダムだなっていうことの証拠ではあります。その方自体をどうこうっていう形ではなくて、まあ人間なので何かしらやってしまう可能性もあります。私だってやっちゃいます。はい、何回か動画とかで謝罪もしてます。何回かっていうか10回くらいしてますね。でそこで一度反省をして、それで自分で考えて先に進めるっていうこと、推しっていう言葉の推っていう文字ありますけど、あれは要するにそのことをよく考えて前に進むっていうか、そういう意味もあります。だから推しのために自分で推察とかそういうものをして、ちゃんと何が良いことなのか考えて進むっていうことっていうのが、やはり本来の推しに対する態度というかね、そういうこのスタンスなんじゃないかなって個人的には考えました。まあ本当にね、中止になったので、これに関しては良かったです。ただ今後ね、何年後かとかにまたそういう感じのが出てきた時に、今回のことっていうのをベスティの皆さんが覚えていれば、私ももちろん覚えますし、それによって防ぐことが可能だと思います。言ってみればね、前例みたいな、まあ、判例みたいな、前例みたいな、そんな感じのができたことによって、
いついつこういうことがあってそれは中止になりましたので迷惑なのでやめましょうみたいなのを何年後か先のもしそういうのがあった時に言うことができますからね。っていうことで、まあ拡散お願いしますと書いてあったので拡散させていただきました。はい、まあ良い判断していただきまして、中止という判断していただきまして本当に良かったです。はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランファンパースでした。果てしない空